マルコによる福音その時ヨハネの弟子たちとファリサイ派の人々は断食していたそこで人々はイエスのところに来ていったヨハネの弟子たちとファリサイ派の弟子たちは断食しているのになぜあなたの弟子たちは断食しないのですかイエスは言われた花婿が一緒にいるのに婚礼の客は断食できるだろうか花婿が一緒にいる限り断食はできないしかし 花婿がが奪い取られる時が来る。時来その日には彼らは断食することになる誰も折りたての布から布切れを取って古い服に次を当てたりはしないそんなことをすれば新しい布切れが古い服を引き裂き破れは一層ひどくなるまた誰も新しいブドウ酒を古い皮袋に入れたりはしないそんなことをすればブドウ酒は皮袋を破り もも皮袋もダメになる。新しいブドウ酒は新しい皮袋に入れるものだ。今日も一日お疲れ様でした。おやすみなさい。